おはようございます。遠藤と言います。ルビー会議テイクアウト2021の初日のキーノートをさせていただきます。ちなみに、この発表は録画ではなくリアルタイムです。今から使う資料を、チャットの方に URL ありました。はい。ので、手元でも見ていただければと思います。はい。では、始めます。まず自己紹介させてください。遠藤祐介と言います。クックパッド株式会社で、Ruby の開、えーと、Ruby の開発をフルタイムの業務としてやっています。クックパッドのサービスは Ruby で書かれていて、基盤中の基盤ともいえるものを支えるために、クックパッドは笹田浩一さんと自分の2人をフルタイム Ruby コミッターとして、雇っていて、笹田さんと一緒に仕事をしています。もちろん、クックパッドは Ruby エンジニアを募集していますので、興味があったらお声掛けください。はい。で、自分の、Ruby に対する、コントリビューションとしては、最近言語仕様から、OSS の運営までいろいろコントリビューとしてますけれども、近年の大きな仕事としては、Ruby3 の静的解析機の一つであるタイプブロフの開発になります。で、今回の話も、これの進捗についてになります。あと、自分のもう一つの顔として、変な Ruby コードを書くという趣味があります。ちょっと今日の発表では、主題ではない、時間もないので、興味がある人は、Ruby 会議のサイトにある、この発表の、私の自己紹介、ビデオのところを見てもらえると面白いかなと思います。はい。で、まだ本題に入る前ですけども、最近やった Ruby の改善の紹介をちょっとしたいと思います。エラーハイライトという機能になります。このコード見ていただくけるといいと思うんですけど、JSON っぽいデータを作って、それから値を取り出すっていうのは、単純なコードですね。で、なんですけども、よく見ると、バーのところがタイプをして BARR となっているという問題があります。なので、これを実行すると、皆さんよく見られてると思う。こんな感じの Undefined メソッドなんたらこう、煮るみたいなのが、出てきます。いわゆるヌルポですね。Ruby さんのこのメッセージだと、どこで NIR が発生したのか、Foo の呼び出しの結果、NIR になったのか、BARR の呼び出しの結果、NIR になったのかっていうのが、このエラーメッセージだけだとわからないという問題がありました。で、今までだったらこういうとき、直前にバインディング IRB とか挟んだり、もしくはデバッグ出力挟んだりして再実行するっていうふうになっていたと思います。で、なので再実行が必要だったんですけど、Ruby 3.1では、こういうエラー表示になる予定です。ね、こんなふうに、バスの読み出しのところで、エラーが起きたというのが明示されるので、つまり、このふうなところでは何かしらハッシュっぽい値が多分取り出せて、BARR のところで NIR が、変えてしまったんだというのが、わかるというふうになります。なので、再実行とかが、必要なくなる可能性があるという感じです。で、この機能はすでに Ruby の開発版に含まれていて、今年の終わりに Ruby 3.1の一部として、リリースされる予定になっています。もともとこの機能を一応クレジットとして、金子雄一郎さんというコミッターが3年前に作りかけて放置状態になっていたパッチがあったんですけど、それを引き取って完成させたものになります。はい。ちょっと機能の自慢でした。ということで、では本題に入りたいと思います。最近ですね、静的片付けが好きだっていう人が増えてきています。それに対応するように、残念なんですけど、Ruby は静的片付けではないので嫌いだっていうような声も時々聞くようになってきました。好みは人それぞれなので、それ自体はしょうがないとは思うのですけれども、個人的にちょっとこの言葉に違和感が、あると思うんですよね。何が奇妙かっていうのを考えてみたんですけれども、静的片付けっていうのはあくまで手段なんですよね。目的ではない。静的片付け自体が好きっていうのはちょっとおかしい話だと僕は思ってます。で、静的片付けの目的って何なのかっていうのを考えてみると、一言で言い表すのは難しいんですけども、あえて言えば、現代的な開発再建というふうに言えるのではないかと思います。で、この現代的な開発再建の例として、タイプスクリプトでの VS コードの、タイプスクリプトで VS コードで開発する体験をこのわずかだけ紹介します。知ってる人はすでに知ってる話とは思うんですけども、ちょっとだけお付き合いいただければと思います。VS コード見えてますよね。タイプスクリプトのコードですね。ユーザーというクラスがあって、その中にネームっていうフィールドがあると。文字列の型になっていると。
で、まあ、コンストラクター、Ruby でイニシャライズがあって、あと、sayHello っていうメソッドがあるという感じですね。例えば、ユーザー、この中で、ユーザーインスタンスをうっかり2奇数で初期化しようとする。ミューズとかですね、スミスとかって書いたりすると、即時にこのように赤い線が出てきました。動かしてみると、1つのアーギュメントを期待しているところに2つを与えたというのが、表示されると。ということで、まあ、引数の数を間違えたというのは、すぐ分かると。で、よく静的型付けで実行前に分かるという言い方をするんですけども、単純に実行前というのは実はあんまり、まだ足りないというふうに思っていて、明示的なコンパイルをするより前、なんなら今見てたようにファイルを保存する前にこのエラー表示が出るっていうのが結構重要なのかなというふうに思っています。で、これを直して、それからですね、まあ、タイプスクリプトは基本的にストリングっていうのをこのように各所に書いて、型を明示していく言語なんですけれども、限定的な型推論も実装されています。例えば、sayHello の返り値。もちろんこんなふうに返り値を型を明示してもいいんですけども、これなくても、まあ、文字列を足しているということは、これの返り値はストリングであるということを判定しているのが、自動的に判定しているというところもあります。このように動かしてみると、返り値がストリングというのが分かってますし、sayHello の呼び出しの結果が代入されているこのメッセージっていう変数の型ももちろんストリングになっているということで、適切にストリングの型を、返り値の型を見破っているというのが分かります。それから、GoTo Definition っていう機能ですね。こんなふうに、例えば、セイハローのところを右クリックして、Go to Definition を選ぶと、この定義のところに飛べるという機能です。まあ、コンストラクターのところも大丈夫ですね。飛べると。逆に、まあ、これはコードリーディングのところで、コードリーディングをするときにはとても便利な機能になります。で、レシーバーの方をちゃんと見て定義を探すので、全然関係ないクラスに、セイハローというメソッドがあっても、そっちの方は定義としては出てこないというふうに、まあ、ちゃんとおかしくやってます。で、最初にその書き間違えたところに赤線が出るというふうに言いましたけども、IDE、最近の現代的な開発再建だと、そもそも書き間違いが最初から起きないように、工夫が、支援がされています。例えば、代表的なのは補完ですね。こんなふうに、ジョンっていうのがユーザークラスのインスタンスだっていうのが分かっているので、ジョンの後にドットを書いたら、ユーザークラスが提供している、メソッドやフィールドの一覧が出てくると。中まで書いただけで候補が絞られて、これをまあリターンとか選択とかすると、入力がなされるということで、書き間違いがそもそも起きにくいように設計されています。で、より重要になってくると個人的に思っているのが、この後で括弧を書いたときに奇数が、出てくるという機能ですね。まあ、普通メソッドを出すときには奇数を与えると思うんですけれども、奇数を覚えてないときに、ブラウザでドキュメントを調べたり、他の呼び出しの例を探したりすることになると思います。で、その時に奇数の返り値、奇数の数や型を間違えると、先のエラーになってしまうと。これを見ながらだと、1引数でそれはストリングなんだなっていうのがすぐにわかるので、書き間違いが起きないと。というのが、まあ、最近の、現代的な、開発体験と言えると思います。もちろん、他にもいっぱいあると思うんですけれども、とりあえず、この紹介ではここまでにします。はい。ということで、現代的な開発体験というのが静的片付けの目的であり、まあ、現代的な開発体験というのは、エラーレポーティング、即時のエラーレポーティングとか、定義ジャンプとか、補完とか、奇数のヒント表示とかだと思っています。で、まあ、静的学習ではこのような体験を実現するための手段であると。で、ここで疑問になるんですけれども、現在のその Ruby 言語っていうのは基本的にコードの中に型を書かないという前提があるんですけど、前提というか設計になっているんですけども、その言語自身を大きく変えることなく、今みたいな体験を実現するっていうのは可能なのかという話になります。つまり、静的片付けのために、言語の方を変えないと、この体験を実現できないのか。で、私の答えとしては、一定の条件下ではあるものの、これは可能であるというふうに考えている。同様の体験は、提供できると考えています。という、ことで、今日のテーマ、タイププロフォー ID というのになります。
で、これは、さっきのような開発体験をなるべくスノルビーで実現するための VS コード拡張になります。で、バックエンドでは、自分が作っているタイププロフという静的解析器を使っています。で、まずはこっちもデモをしたいと思います。これですね。さっきのタイプスクリプトで見せたのとほぼ同じようなコードを Ruby で書いています。ですね、まずは、すみません。まずですね、タイプロフの、表示をここで有効にしますね。そうすると、タイプロフが、各メソッドの型を推論した結果というのが、メソッド定義の上にこんなふうに出てきます。例えば、まあ、見てなんとなくわかるかなと思うんですけど、ネームっていうアトリリーダー、フィールドは、ストリングの型を持っているとか、イニシャライズはストリングの一引数を受け取りますとか、say hello はストリングを受け取ってストリングを返しますとかっていうのが、各メソッドの上にぼやっと出てきます。で、まあ、自分で手で書いてるものではなくて、タイプロフ ID が、VS コードの中に、挿入して表示するというふうになってます。なんでこんなふうに切り替えができると。で、試しにさっきと同じように間違った数で、ユーザー入をしてみたいと思います。これは OK なんだけど、スミスとかって今見たように即時に赤い、線が出てきて、なんだろう、1つの引数を期待しているところに2つ与えちゃってるよというエラーが出るという感じになります。一旦直して、ハローとかってやって、Go to jump ですね。これでも、やったらこの辺に飛ぶという感じになってます。まあ、大体同じですね。できるな。コンストラクターから、あ、じゃない、new からイニシャライズも呼べるという感じになります。で、型推論の話ですね。タイプロフだいぶ型推論に力を入れているので結構得意なんですけれども、実際今ですね、マウスパーソルを当ててホバーで型表示するというのができていないので、代わりに補完を使って、見せます。例えば、すみませんか。say hello の返しはストリングであると、まあ、ここで出てるということしてるんですけどね。say hello の値はストリングであると。で、なので、メッセージはここでストリングになるはずで、補完を使うと、まあ、例えば gsub、ストリングの代表的なメソッドが上に出てきてると。他にも match とかの、まあ、この辺とか、lines とか、adjust とか、まあ、ストリングかなっていうのがわかるかなと思います。それから、もうさっきちょろっと見せちゃったんですけども、引数の、ヒント表示ですね。こんな風に、say hello の後に括弧を書いただけで、ストリングが1引数で、受け取られるよというのがわかるので、まあ、間違いにくいという感じです。まあ、1引数でやるとあんまり面白くないので、なんか、オプショナル引数を足してみた感じですね。なので、これは1引数もしくは2引数を受け取るメソッドになっていると。ね、こんなふうに続きを書くと、ここは、最初のストリングはもう書いてるので、次にインテジャーを書くところになってますよっていうのが表示される感じになってます。なんかさんとか書いて、もちろん、値すぎてもちゃんとエラーになるっていうんですね。で、今、カーソルがある位置の引数はどれなのかっていうのは、こんなふうに追随して出てくるので、ちょっと変なところに、出てくるので、まあ、今、自分がどの引数にフォーカスしてるのかとかも分かるという感じです。はい。というので、ざっとデモでした。ということで、現代的な開発体験っていうのが、特に Ruby 言語をいじらなくても、いっぱいいっぱい、開発試作を行わなくても、どれの体験ができているというふうに、感じてもらえたらいいかなと思うデモでした。はい。ということで、この発表の残りの構成です。まず、その Ruby さんで入ったとされている、静的解析について軽くおさらいをします。で、それからタイププロフについてと、タイププロフの、まあ、今はだいぶいいところしか見せてないんで、使う上での注意点などを、説明します。で、それから、今回のタイププロフ ID について、ちょっと実装の細かいところとか、工夫した点とか、あと悩み事、フューチャーワークみたいなのを紹介して、最後にまとめたいと思います。で、1つ目は、まず Ruby3 の型のおさらいになります。ですね、Ruby3 の型っていうと、なんかよくわかんないんですけど、RBS とかタイプロフとかスティープとかソルブとかいろんな名前が出てくるんですよね。で、何が何やらよくわからないという人も、正直結構いるんじゃないかと思います。で、それぐらい何であるかっていうのを一言で、表にまとめてみました。RBS というのは、
Ruby の型を定義するための Ruby 公式の言語です。まあ、さっきも、なんだっけ、typeof4id が間に挿入してたような感じの表記なんですけども、まあ、次のスライドで、すごく簡単に紹介します。で、typeof というのは、Ruby の静的解析器になります。で、steep というのは、というように Ruby の静的解析器になります。で、solve というのも、Ruby の静的解析器になります。で、静的解析器が3つもあるのは、まあ、それぞれ理念とかがちょっと違うとかいう理由なんですけれども、まあ、後でちょっと比較表を出します。で、まあ、今覚えてほしいのは、RBS というのは言語の名前であり、typeof、steep、solve というのは、いずれも、Ruby の静的型解析をするツールの名前というのを覚えてもらえればと思います。で、typeof と steep は、RBS っていう共通の、その公式の型記定義言語を共有していて、組み込みライブラリとか、一部のゲームとかに既に書かれている RBS を共有して使えるように開発を進めています。ソルベの方は、RBS を、RBS からソルベ用、ソルベは、独自の RubyDSL で型を表現するっていう設計になっていて、RBS からその DSL の変換とかも、まあ開発中ではあるようですけども、まだ公式に対応したというのは聞いてないので、これ以降ちょっとこっちの方に言及するのは、避けたいかなと思います。はい。ということで、まず RBS です。といっても、これだけの例だけしか表示しないんですけども、まあ、これ Ruby っぽいコードに見えるかもしれないですけど、よく見るとですね、def の後に、ここに普通 Ruby にはコロン来ないんですね。とか、まあ、def に対応するエンドもないし、なんか右矢印もなんかちょっとよくわかんないなということで、これ Ruby っぽいけど Ruby ではないというのがわかるかと思います。意味もまあ、なんとなく見てわかるかなと思うんですけども、ユーザーというクラスがあって、イニシャライズというメソッドを実装していて、ストリングを受け取りますとか、ネームというメソッドがあって、ストリングを返しますとかっていう、引数はなしですね。っていうのが、表現されています。で、まあ、なので、Ruby のコードに対応する、型の情報に抽象化したものを、この言語で表現できるというものになっています。あまり、見ての通りという感じなんで、説明はいらないかなと思います。で、3つもあるその静的解析器というのがそれぞれ何をするのかという話なんですけれども、まあ、非常にツールによって差はあるんですけども、最近の、静的型解析器というと、まあ、一定の型推論をするのは、割と普通になっています。例えば、こういう、まあ、1行のコードだと、ストリングっていう、まあ、ストリングの型と、まあ、これも、ユーザー .name はストリングであるというのを別のところで知っているとして、ストリング足すストリングをしたらストリングになって、それがメッセージに代入されている。ので、まあ、メッセージはストリングであるというのを推論するという機能です。で、それから、この解析の途中で発見した型エラーの可能性を報告する機能も、まあ、まずあります。まあ、これだと、user.name っていうふうにタイプがあるので、まあ、ここでノーメソッドエラー、まあ、一種のタイプエラーみたいなのが起きる可能性があるというのを報告するという機能です。で昔、10年ぐらい前の静的解析機だと、この、報告をするのをコマンドラインツールとして実装するものが多かったと思います。なんですけども、最近は、ID に統合して表示するということが、すごく増えています。なので、静的型解析機の、役目の一つとして、サポート ID というのもあるかなと思います。で、ID に統合した結果として、さっき見せたように定義ジャンプとか保管とかも、本来の静的解析機と目的ではないかもしれないですけど、期待される機能というふうになってきていると思います。はい。で、さっき挙げた、typeof と steep なんですけども、ちょっとずつ理念が違って、結果的に特徴も違っています。まず、typeof の方は、なるべく既存の Ruby を保ったまま、型解析を可能にするということを標榜しているので、型推論にものすごく力を入れています。で、その反面、どうしてもですね、型が書いてないコードを解析するというのは難しくて、誤った推論をしてしまったり、まあ、逆に見逃しとかが発生してしまうので、型エラーの報告機能としてはちょっと弱めになります。で、typeof 今まで ID サポート全然やってなかったんですけれども、今年の開発はこれに、前駐していて、さっきデモしたようにある程度動くようになってきました。ついでに言うんですけども、型推論を頑張るっていう設計のトレードオフとして、解析速度は、遅くなります。スティープとかと比べて圧倒的に遅いです。でスティープの方は大体対照的な、性質になるんですけども、
スティープは基本的には、ユーザーがこちらのメソッドに、型を書くという割り切りの設計になっていて、型推論全然しないわけではもちろんないんですけども、あんまりタイプロフに比べるとだいぶ弱めになります。で、その代わり、型が書いているところに関してはだいぶ強力に型エラーを報告するようになっているので、スティープで型チェックが通ったらそこそこ安心感はあるというものになっています。スティープ IDE は、だいぶ前からサポートしているので、サポートしています。というような感じになります。はい。というのが Ruby 3の型のおさらいになります。で、次にタイプロフとは何かの話を説明します。タイプロフっていうのは Ruby コードを型レベルで実行するというものになっています。普通のインタプリタの実行からまず考えるんですけども、こういうコードがあると。で、普通のインタプリタだったら foo の42という呼び出しによって、42という整数オブジェクトを渡します。で、42の 2s を呼ばれることで、ストリング42の文字列化したものが返されると。これ普通の実行の意味ですよね。で、タイプロフはこれを型レベルでシミュレーション、なぞるように実行するということをやります。なので、foo の42って呼び出しをするときに、具体的な42っていう値はもう見ないようにして、整数、インテジャーっていう情報だけを伝えます。で、インテジャーの 2s というもので、中身何か分かんないけども、何かしらストリングを返すというふうに、シミュレーション実行を行います。で、その過程で分かった、何を受け取って何を返すかという情報を集めて、型推論をするというふうになっています。このように型レベルに抽象化して解釈実行するので、これは抽象解釈と呼ばれる、プログラム解析技術の、一種になっています。タイププロフ、今までは、Ruby 3.0についてたタイププロフは、スモール Ruby のコード、何も注釈の置かれていない Ruby のコードから、型定義の RBS のプロトタイプを出力するツールとして、今までは紹介していきます。覚えてくれている人もいるかなと思うんですけども。で、なんですけれども、タイププロフのコア自身は、汎用的な抽象解釈エンジンになっているので、今回のように ID の支援にも適用できるものに実はなっています。で、なので、この Ruby 3.1から、バンドされるタイププロフは、ID サポートも、ある程度できるというふうに歌っていきたいというふうに思っています。で、ここから、タイププロフの解析の特性とか、使い方のポイント、注意点みたいなのを、ID でのデモを通して紹介していきたいと思います。戻ると。ですね、さっきあえて言わなかったんですけれども、まず目につくのは、これですね。タイプロフは、プログラムを型レベルで実行するっていう解析方法をするのですけども、呼ばれないメソッドっていうのは基本的に解析が難しいんですね。なので、すべてのメソッドを、呼び出すような、行為が必要になります。で、要するにテストが必要ということになるんですけれども、今のところ、タイプロフ ID で取ってる方法としては、こんなふうにコードの末尾にですね、$0イコールイコール、ファイルっていう分岐を作って、その中ですごい簡単なテストを書くというスタイルを、今のところは取っています。この $0っていうのは、Ruby のインタプリタに渡したファイル名で、このアンダースコアアンダースコアファイルってやつは、これが書かれているファイル自身なんで、このユーザー .rb ですね。なので、Ruby に対して、user.rb、このライブラリっぽいファイルを直接、加えて実行するということをすると、この中から実行されるというな意味になります。で、このファイルをリクワイアして別のファイルから読んできた場合には、この分岐の中は無視されるというふうになります。で、こういうテストの書き方って、昔の Ruby のプログラムでは結構使われていたスタイルなんですけど、最近はあんまり Ruby では使わなくなっていると思うんですけれども、最近その一周回ってなのかわかんないんですけども、ラストとかで、こんな風にコードの末尾に、ライブラリコードの末尾にテストを書くというスタイルが復活してきているので、ちょっと面白いかなと思ってやってみました。で、もちろん、外部のテストファイルを、ここでエントリーポイントにするということもできると思うんですけど、ちょっと今のところはこれで実験してみているという感じになります。でですね、反応鋭い人は、これって実質的に型注釈なんて思うかもしれません。ね、実際、そういう意味はあります。つまり、ここで、ユーザーの、コンストラクターにストリングというものを渡しているので、つまりイニシャライズはストリングを受け取るのだというので、これを書けると。で、それがインスタンス変数に代入されているので、このアトリリーダーもストリングだというのが分かるというふうに、タイプロフは解析をしています。なので、これがないとですね、
通は、まあ、変わったのは分かるでしょうか。これがあると、こんなふうに型がついてるんですけど、テストを外すと、すべてのメソッドが、引数何取るか分からない。オプション引数とか分かりますけどね、決して、引数が分からないので、アンタイプという、まあ、タイプスクリプトでいうエニーみたいに何か分からない型っていうふうに、推論されるようになります。で、なので、まあ、はっきり言ってしまう、このテストというのは実質型注釈ではあるんですけども、まあ、テストは結局、静的型付けの言語でも、書くと思うので、まあ、こういう選択もありかなというふうに思っています。ちなみに、あ、そうですね、はい、ということです。で、それから、これが注意点、というか特徴というかなんですけども、面白いところといえば、面白いところかもしれないんですけども、ですね、間違った型を渡した場合のことを考えています。こんなふうに、say hello は今ストリングを受け取るっていうふうに、推論されているんですけど、そこに間違って、例えば整数を渡してしまう例を考えます。はい、渡しました。今何かあったか分かるでしょうか？一回消しますね。この辺、まあ、いろいろ変わってないけど、この辺注目しておいてもらえると、整数を渡すと、こんなふうにですね、say hello の受け取る型の方が変わると。つまり、別にこれはストリングを受け取るメソッドとして固定されているわけではなくて、何が渡されるかによって、推論結果を変えるので、想定と違う型を渡したら、メソッドの型の方が変わる。で、今回の場合は、その渡された引数が、ストリングと渡されるので、ここでインテジャー、ちょっと2回出てるのがあるんですけども、インテジャープラスストリングっていうのが実行される可能性があるぞという、呼び出された側の方でエラーが生じるというふうな挙動になっています。でですね、まあ、これは、いろんな方を雑に渡せるルビーの特性にあってて面白いんじゃないかなとは思っているんですけども、現実的にこれでは不便っていうこともあるかなとは思います。なので、一旦ちょっと消して、そういう時どうすればいいかというと、コード上にない情報なので、しょうがないということで、こういう時には RBS を手書きしてくださいというふうに考えています。全部手書きしてももちろんいいんですけれども、それを支援する機能がちょっとあります。ここをですね、クリックします。この推論されている方のところをじっとクリックすると、typeprof.rbs っていうのが生成されて、こういうふうに書けば、このユーザークラスの sayHello メソッドをこの方で固定できるよっていうヒントが出てきます。で、これ今保存しました。で、それを渡した上で、また整数を渡してみますね。整数を渡した。で、今度は、こっち呼び出しの元の方がエラーになっています。こんな風にちょっとエラー見せてる不親切なんですけど、ユーザークラスの say hello というメソッドを、オーバーロードの解決に失敗した、つまりインテジャーを受け取る say hello というのは知らないよっていう風に言って呼び出し側でエラーになります。あとですね、そうだ、ここにハッシュマークがさっきと違ってついてるんですけど、これは、RBS が手書きされているよというマークになります。推論されたものではないよと。ということで、まあ、比較的今まで通りというか、普通の静的型付けの体験も、まあ、やろうと思えばできるという感じになっているかなと思います。一旦書いて付けしますね。それからですね、ちょっと、細かい話になっていくんですけども、例えば、ちょっと人工的な例になっちゃうんですけど、この say hello っていうのは、実際にインテジャーはストリングを受け取る、どっちも受け取るようなメソッドにしたいというふうに、考えたとします。どうするか。まあ、例えば、リーキングで。引数が渡されたときには、まあ、なんかすごい変な例ですけど、ネームのサイズを返して、そうではないときには、今まで通りの挨拶というものを表示するという、メソッドにしたと。今ね、これを書いたですね、赤線が消えたと思うんですけども、say hello はインテージャーまたはストリングを受け取るメソッドであって、ここで型によって分岐していると。インテージャーの場合には、インテージャーを返すし、ということはもうこっちの方はストリングの可能性しかもうないねということで、ストリングに足してもエラーは表示されなくなるというような動きになります。でですね、またこれちょっと実は完璧ではなくて、この返り、引数を渡している呼び出しの返り値で実際の意味では、整数しかないはずなんですけれども、タイプロフはそこまでオーバーロードの解析まではちょっとできないというか、諦めていて、なので、この返り値がインテージャーオーバーストリングになっています。具体的に何が困るかというと、こんなふうに、
タイムズを、インテジャーだと思ってやると、これ、ストリングタイムズを呼び出す可能性があるぞって、まあ、これ、ご検知なんですけども、こういうふうにエラーが出てしまうというのがあります。で、これどうすればいいかというと、これも残念なんですけど、今は RBS 書いてくださいという感じになります。で、オーバーロードの RBS どうやって書くかっていうと、まあ、完璧かなと思うんですけど、こんな感じですね。で、じゃあ、で、じゃあ、と。そういうふうに書いて保存すると。というふうにやったら、こんなふうに、セハロワの方が手書きされて、この場合はオーバーロードとして定義されているので、インテジャーを渡したらインテジャーが返ってくるので、ドットタイムズを渡してもエラーにはならない。というふうになります。なんで、まあ、正直、まあ、こんなインテジャーまたはストリングを受け取るのにちょっと書かないことをお勧めしますけど、どうしても必要な時にはこんなふうに書けるという感じですね。ちなみに、出るかな。オーバーロードの、型ヒントはこんな感じに、型じゃない、引数のヒントはこんな感じに選べるようになっています。この辺もタイプスクリプトと同じ感じですね。はい。というような感じです。あと、そっか。デモにちょっといい感じに入れられなかったんで、すごく雑に紹介しますけども、ブロックとかも結構いい感じに扱いますよという。これ、インテジャーの配列なんですけど、インテジャーの配列なので、この中はインテジャーであることが、まあ、他の結果からわかるかなという感じです。で、こうすると、これがストリングの配列になると。ストリングの配列に対して同じようにやると、今度は、ここで、わかりやすいのかな。gsub とかね、ストリングのメソッド、ストリングのオブジェクトがここに来るよというのが、まあ、適切な感じにわかってるかなというのはわかります。はい。でも大体以上なんですけども、今、わかりやすさのためにすっごい簡単な、例だけで紹介しました。ね、一応ですね、もうちょっと複雑な例でも動くよというのを一瞬だけ、これ RBS Wiki っていう、すごく簡単なラックアプリですね。RBS の実験用に作られたので、こういう名前になってるんですけれども、これでも、まあなんか、推論された方がそこそこいい感じに出てるかなと思います。例えば GoTo Jump とかやっても、page.rb のページクラスの中のページエンプティに飛んだとか。まあ、同じような例になりますけどね。ページロードってやったら、こっちに飛べるという感じで。まあ、決してこれ全然大きい、ラックアプリとは言えないんですけども、一応そういう、実用に近いものでも実験としては動いているかなという感じになっています。はい。という感じでタイプロフの紹介をしました。それから、タイプロフ ID の話に、移ります。どうやって動いているかですね。タイプロフ ID は、ランゲージサーバープロトコルっていう、VS コードが規定しているプロトコルの、サーバーとして実装されています。クライアントは VS コード自身になります。なので、例えば VS コード上で、なんかソースコードを編集したと。っていう、なんか、操作があるために、VS コードの LSP クライアントは、LSP サーバー側に、コードが変わったよっていうのを伝えます。これ JSONRPC で伝えますね。で、LSP のサーバーは、編集された後のソースを解析して、もしエラーを見つけたら、エラーあるよっていうのを、VS コードの方に伝えます。で、VS コード上で、こんな風に赤線とかが出て、エラーなんじゃないよっていうのを表示すると。で、あと、他の時も同じような感じですね。ここまで 5.ti とかって書いた時点で保管が必要になったら、この先保管してくれっていうのを LSP サーバーに伝えます。で、LSP サーバー、まあ、今回はタイプロフ ID が、保管候補を作って、VS コードに効果したいんじゃないかなっていうのを伝える。そしたら VS コードでさっきみたいに候補1覧が出てくるという、まあ、そんな感じの仕組みになっています。LSP って非常に多彩な機能が、実装されて今もどんどん増えてるんですけども、今のところは、さっきのデモで見せたのが大体全てかなという感じになっています。はい。で、まだ軽く、非対応の機能を紹介して、代表的なのはさっき見せたタイプホバーですね。マウスカーソル当てたら型が出る。あと、実用上重要なのはドキュメンテーションも、ここで合わせて表示されるんですけど、この辺はちょっとまだ作り込みが足りないかなという感じです。まあ、他にも、揺れ発展的な機能もできなかったりするんですけれども、まあ、この先まだ頑張っていきたいですというか、まあ、もし興味ある人がいたら、コントリビューションしてもらえるとすごい嬉しいです。はい。でですね、まあ、今のみたいなのは比較的軽い、機能なんですけど、ここまで作ってきて、見えてきたちょっと大きめの課題っていうのがあって、パーサーですね。
タイププルフは今、Ruby のインタープリタに組み込みのパーサーを使って実装されているんですけども、ちょっといくつか改善、パーサーのレベルで改善が必要かなというのが分かってきました。まずですね、パーサーが返す抽象構文字っていうやつの、ノード、まあ、それがどこのソースコードから来たものかっていう対応関係を保持してはいるんですけれども、今のところ、ここから始まってここまでだったっていう、ソースコード上の先頭と終端の情報しか持たないんです、ね。なので、いい感じの下線表示がちょっと難しいケースがあります。で例えばこれってコンパクトのスペルを TT に間違ってしまった A なんですけども、このように全体が赤線引かれるように今はなっています。で、なんでかっていうと、コンパクトの呼び出しっていうやつのノードは、まあ、レシーバーのところを含めて全体で、一つのノードになっているからになるんですけれども、実際のところこれメソッドチェーンが長かったりすると、ここまで全部表示されて鬱陶しいので、理想としてはこういうふうにメソッド名のところだけかなと思います。なんですけども、今ちょっとその先頭と終端しかないので、ドットの位置みたいなのを直接取る方法はないからちょっと難しいなという状態になっています。まあ、あとですね、ドキュメント表示のためにはできれば、その、注釈本人では普通コメントって入らないんですけど、コメントとかも残すような方法がないと難しいなという感じです。であと、今のパーサーは、構文エラーがあった場合に、構文字を一切返さないっていう話もあります。まあ、インタープリターの方ではそれで十分なので、しょうがないんですけども、LSP では、LSP というか、ID 対応では、壊れたソースコードは使わなきゃいけないですね。例えば、こんなふうに、キーワード引数を入力途中のメソッド呼び出しがあったときに、これパース通らないんですけれども、まあ、パース通らないので、その、キーワード引数の、ヒント表示というのは今実はちゃんとできないという制約があったりします。まあ、なので、エラー回復の機能があるパーサーがあればいいなと思っています。はい。で、それから解析パフォーマンスの問題、何とか言ってるんですけども、タイプルフの解析は本当に遅いです。まともな、規模のプロジェクトになると数分とか、最悪数十分とかかかることがあります。で、いろいろ理由はあるんですけれども、端的に言えば、リクワイアっていうのがあったときに、そのリクワイアされている先の行動を実際に、またそっちの方も解析しに行くっていう、仕様になっているんですね。なので、まあ、例えば、プログラムの先頭ででっかい、規模の大きいジェムを、リクワイアすると、もうそこで、その中だけにものすごく時間がかかってしまうと。で、現実問題、それでは IDE のレスポンスとしては厳しすぎるということで、今の、実装としては、解析が1秒進んで、終わらなかったらもうそこで打ち切るという、まあ、すごい割り切りしてる妥協なんですけど、そういう実装になっています。で、1秒以内に、解析できなかったところについては、もう申し訳ないんだけど、何も表示できないと。保管もできないし、エラー表示もできないという、まあ、ちょっとこれ残念なんですけど、そういう仕様になっています。で、まあ、なんですけども、非常に限定的な実験の範囲では、意外と悪くないような、引き目もあるんですけども、意外と悪くないような気もする挙動になっているかなと思っています。でですね、とはいえ、で実際、ユーザーサイドでそのタイプロフの解析を早くするためにどうすればいいかという話なんですけども、とにかくまずは、ジムに関しては RBS を書いていただくしかないかなと思っています。型書かなくていいものを目指していってるのがきっかけっていうのは結局かよっていう感じがあるかなと思うんですけど、まあ、ちょっとしょうがないかなと思います。ジムの RBS が提供されていると、タイププロフのリクワイアっていうのは、ジムのソースコードを解析するのではなくて、その書かれている、RBS の内容を持ってきてそのまま使うので、ソースコードの解析がなくなってめちゃくちゃ高速になります。で具体的に RBS の書き方、ジムに RBS どうやって書けばいいのかについては、明日、なんだろう、その周りのことをずっとやってくれているポッケさんという人が、発表する予定なので、そっちの方を見ていただければいいかなと思います。はい。で、それでも遅いっていうことも、正直あるかなと思っています。でその場合は、アプリケーションコンポーネントに分けた上で、コンポーネントごとのインターフェースを RBS 書くとか、やらないといけないかもしれないです。で、このあたりはちょっとまだ大規模なやつでちゃんと実験できてないので、これから実験しながら調整して考えていきたいかなと思っています。もちろんタイプロフ自身の構造もまだまだやりたいとは思っています。はい。ということで、まとめに入ります。今見せたタイプロフ IDE のリリースの予定ですけれども、今年の終わり、Ruby 3.1 にバンドされるタイプロフにこの機能を持たせて、遊べるようにしたいと思っています。なので、まあ、遊んでいただければありがたいです。一応ね、今すぐ、遊んでみないという人のために、こういう、日本語で付けて人に書いたものなんですけども、
今のバージョンを動かす方法でも書いてるので、もし興味ある人いたら見ていただければと思います。ね、実用段階なのかっていう話について、正直さっき言ったように、その大きいものでやろうとすると、ね、結構厳しい面もあると思うんですけども、小さいコードであれば、そこそこ動くのかなと思っています。でも大きいコードについては RBS を、自分に書くっていうところから、ご検討いただけるとありがたいです。はい。で、タイプルーフはいろんな方にフィードバックやご協力のもと作っています。今までも何回も行ってきている面々もいるんですけども、今回特にお礼を言いたいのは、ゆうた斎藤さん、家庭の医学君という ID で、インターネット上で活動されている方で、です。この人ですね、クックパッドのインターンシップに来てくれて、タイプロフ4ID の数多くの機能を、実装してくれた、手伝ってくれた人になります。ですね、今回見せた定義ジャンプとか、他の、最初のバージョン自分が作ったんですけど、すごく遅かったのを並列化して高速化してくれたとか、VS コードのパッケージ、拡張をパッケージにする機能というか、作業とかを、やってくれました。すごいのは、正味、10日だったんですけど、1日、1機能ぐらいのペースでどんどん実装していってくれて、本当に すごい人でした。本人にも何回もお礼言ってるんですけど、ここでクレジットを紹介することで改めて感謝したいと思います。どうもありがとうございました。はい。ということでまとめです。Typeof4ID は、なるべく型注釈なしで、開発体験を良くするということを目指しています。まだ成長中のプロジェクトなので、今後もご期待ください。Ruby 3.1は、Typeof4ID をバンドルするようにしたいと思っています。はい。ということなんですけども、もう一個用意したネタがあるので、残り3分紹介します。全然関係ない話が出るんですけどね。ここになんかコードが、用意しました。実行してみますね。これさっきのコードですね。普通に Ruby として実行すると、タイププロフを適用しろってなってくると。タイププロフ適用してみますね。なんかね、タイプロフすごいですね。こんなコードがちゃんと解析できると。クラスアナウンスっていうのが実装されていて、クラスメソッドとして小っていうのがあるらしいのがわかりますね。なので、これをちょっと作ってみましょう。こんな風に IRB とかで起動して、アナウンスクラス確かにありますね。小っていうのがありますね。じゃこれをちょっと実行してみます。はい。ということで、確かにストリングが返ってきたということで、余計な出力もありましたけどね。これはストリングを返すメソッドでした。ということでですね、トリックっていう、プログラミングコンテスト、来年の Ruby 会議に合わせてやりたいと考えてます。知らない人は、どんなコンテストかわかんないかもしれないですけど、今見せたように、なんか変な Ruby コードを書いて、めでようというような、変な Ruby コードを、みんなで書き合って投稿し合って、僕とか一部の審査員がそれを審査して、特に面白いと思ったやつを紹介するというようなイベントになります。なので、そうですね、今まで Ruby 会議で3回、開催してきて、次が、4回目になります。ということで、まだちょっとサイト作ってないですけども、来年、多分締め切り来年のいつか、Ruby 会議の1ヶ月ぐらい前になると思うんですけども、変なコードを書いて送っていただければと思います。投稿方法とか締め切りはこの URL で、公開していく予定なので、また後で見てください。はい。ということで、投稿をご検討ください。ですね。はい。なんですけども、ちょっと、この発表のね、大切なことをこっちの方で印象取られたら嫌なんで、もう一回言っておきますけど、Typeof4ID は、あまり型注釈を書かなくても開発体験を良くするということを目指しています。成長するプロジェクトなのでご期待ください。はい。
はい、ということで以上になります。